ジャン・ジャック・シュミットは、ベルン生まれのクラシック音楽のピアニスト。1977年、スイスの首都、ベルンに生まれ、8歳よりピアノを始める。ベルン音楽学校にて、トマシュ・ヘルブートに指示し、コンサートディプロム家庭を主席で卒業。その後、アムステルダム音楽院を経て、ジュネーブ音楽院のソリストディプロムに入学。世界的に有名な、 フランス人ピアニストであるドミニク・メルレに支持し、最優秀賞を受賞して2004年に同学院を卒業。レパートリーは80を超えるコンサートプログラムと40曲のピアノ競争曲がある。特にフランツリストと現代音楽を好んで演奏するが、実際のレパートリーはバッハから現代音楽までと多岐にわたっている。 スイス国内にとどまらず、ヨーロッパ諸国やアメリカでも演奏活動を行う。近年では、19世紀及び20世紀の稀な作曲家の長技工作品を多く取り入れており、直近では、アドルフ・ヘンゼルトのピアノ・コンチェルト作品19番を演奏。その他にも、チャールズ・アイブズのコンコード・ソナタ、ジェル・ジュリュゲティの練習曲、ニコライ・カプースチンの練習曲とピアノ・ソナタ2番を、はじめ、 ジェフスキー、モシェレス、フンメル、クラム、アルカン、ソラブジ、シェーンベルグ、シュトックハウゼン、ブーレーズなどが挙げられる。録音は2013年現在で15枚。また、ムソルグスキーの展覧会の絵や、シュベリウスのフィンランディアなどの編曲作品群に関して、その編曲にさらに独自の編曲を加えている。音楽活動以外では、チスとその歴史の専門家であり、 ウンベルト英語、ジェームス・ジョイス、仙台教皇であるベネディクト16世、そして、スイスの作家であるフリードリヒ・デュレンマットの作品を読む、ことを特に好む。母国語のスイス・ドイツ語以外に、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、そして日本語を流暢に話す。ありがとうございます。